Okay, yeah. How's it going, everybody? Welcome to the channel, and I am mainly playing the Tanari Quest today. Doing the Tanari Quest. And see where it takes me. More lore about Sumeru, I guess.Well, there's a healer, the double healing star. I'm gonna do it. Oh, Geo, man. You're the only one. I can increase Barbara's HP by adding Mona in here.仕方ありませんね。Right. Now that we're here, go. This is an event. It's end.Let's go meet Tanari. Why? You know what? Let it be.来てくれましたね。おい、その口調、まさかまた新しい依頼じゃないだろうな。ご想像の通り、新しい依頼が一件ございまして、アビディアの森に住む住民の安全に関わるとても重要な依頼なんです。
く？何かあったのか？つい先日、アビリアの森の一部区域が汚染されているという知らせが入りました。汚染？まさか、新しい地域なのか？詳しいことはよくわからないのですが、あの辺りを通った人は体に異常をきたすという話です。アビリアの森で生活する人々は故郷をなかなか離れたがりません。ですから汚染区域が拡大すると深刻な結果を招いてしまう恐れがあります。汚染の拡大を止めるだけでも多くの人が救われることになりますので、どうかぜひ調査をお願いします。アビリアの森か、キナリなら何か知ってるかもしれない。あいつに聞きに行こうぜ。Back to Gundabar Village. Ooh, that's so bright. Only doing loading. I'm kinda glad I start this one. Coley is still sick. Tinari, oh no, I thought it's Coley. Okay. これって静かに。Tinari 兄ちゃん、頭が痛いよ。僕、もうダメなのかな。言うことを聞けばよかったって。代わりにお母さんに伝えて、それと砂のおもちゃを壊しちゃったんだ。謝りたかったけど、もう一緒に遊んでくれないんじゃないかって思うと怖くて言えなかった。ティナリ兄ちゃん、人は死ぬと空を飛ぶ鳥になるって本当？僕なんだか体が軽くなったような気がするんだ。April 3! How are you doing? How is school? どういうことだ？ティナリ、まさかこの子。はいはい。もう変な憶測はよしなさいって。君は少し熱があるだけだ。薬を飲んでちゃんと休めば。Well, I'm sorry. I just assume everybody is so younger than me because I'm just an old boomer. Well, we're never too old to learn. I mean, breathing alive is being alive is basically learning. We learn new things every day. ずっと隠してるだけじゃ何も解決しないよ。ねえ、いつも元気だったのに、どうして急に体調を崩したの？僕にもわからないんだ。森には入るなってお母さんに言われてたんだけど、つい気になっちゃって。そしたら、森は昔行った時とは全然違ってたんだ。あちこやっと出てこれた時には頭がクラクラで、もしかしてI mean, this music is really cutting off my immersion. It's way too good. とにかく横になってて、僕がいいって言わない限りどこにも行くんじゃないよ。わかった？旅人、パイモン、ちょっといい？ Sure, no problem. レンジャー長さん、息子の具合はどうですか？解熱剤を飲ませたから、しばらく休ませておくよ。
薬を飲んだらすぐに治るって言ったけど、実はただの慰めなんだ。彼の症状は熱によく似ているけど、根本的な原因は全く違う。どちらかというと意識障害に近くて、解熱剤はあまり効かない。じゃあどうすればいいんです？レンジャー長さん、どうかあの子を救ってください。確かバハールハーブっていう鎮静作用のある植物があったと思う。乾燥した砂漠地帯に生息していて、希少価値が高い。普段は枯れた雑草みたいなんだけど、水に触れると生き返るんだ。高価な上に、ここの気候では栽培できないから、今は手元にない。キャラバンに聞いてみるよ。君はまず、コレイのところへ行って、薬を調合する道具と、ついでに、僕の旅支度を用意してもらってくれ。はい、ありがとうございます。汚染区域か。君たちもそれ目当てで来たの？そうだ。ティナリ、それって新たな地域なのか？似ても似つかないよ。規模も内部の状況や周りへの影響も全くもって別物だ。唯一の共通点はどちらも鬱陶しいってことかな。アビディアの森で起きた問題だから放ってはおけない。オイラたちもそう思うぞ。よし、じゃあまずはキャラバンに連絡して、バハールハーブを買いに行くついでに汚染区域のことを聞きに行こう。ゼンは急げだ。早速出発しよう。OK。 Before we start that, I am gonna get some coffee.300 meters, huh?300 meters now. I got distracted by a silly.食費の足しになります。はびこれ。22K アイポブーム。So I only collect hyper blooms for some reason.NPCs to talk to. Mahir. Yeah, Bahar Herb を買いたいんだけど、置いてるかな？レンジャー長か。すまんが最近は営業してねえんだ。営業してない？
変なの。そんなこと初めて聞いたけど。話が長くなるんだが、俺たちは少し前に一部の積み荷を奪われちまったんだ。失ったのはキューレインから手に入れた機械パーツでな。古いモデルのやつもあった。これが市場じゃいい値段で取引されてるんだ。いくつかのキャラバンで資金を出し合ってやっと仕入れることができた品だったのに、奪われちまった以上今回の儲けはパーだ。相談した結果、残った商品は値上げして売る方向になった。具体案が決まるまで各キャラバンが勝手に売ることはできねえんだ。ちょっと理解できないね。そんなに大事な品物なら取り返しに行くべきじゃないの？値上げしたところで強盗にあった損失を買い手になすりつけることになるだけで、根本的な問題は解決しないだろ。レンジャー長よ、俺たちも取り戻したい気持ちでいっぱいだぜ。だがそいつらは品物を奪った後、あっという間に森の奥まで逃げ込みやがったんだ。噂で聞いたが、最近あの森はかなりヤバいみたいだぜ。そこに行った奴らはみんな精神がおかしくなるらしい。出てこないとなりゃ俺たちもただずっと外で待っているわけにはいかねえだろ。だから別の方法を考えたんだ。つまり盗賊は、うん、君たちから機械のパーツを奪った後、汚染区域に身を潜めたってこと？全部で何人いた？そいつらはまさか汚染区域の影響を受けないのか？あいつらはまさにその汚染区域から出てきたんだ。何人かっていうと、ゼロ人って言うべきか。ゼロ人？信じてもらえんかもしれねえが、パーツを奪ったのは巨大な機械ガニだったんだ。なんだそれ。アビディアの森にはそんな生き物がいるのか。正直なところ、あいつのことは思い出したくもねえよ。器用な動きだったから、おそらく常習犯だ。俺たちが気づかないうちにふわーっと現れて、俺たちの商品を掴んで走り去っていった。みんなあっけに取られてよ。気づいた時にはあいつはもうとっくに逃げ去っちまってた。なるほどね。わかったよ。僕たちが代わりに品物を取り戻したら、また通常通り営業するんだよね。おお、それはもちろん。それだけじゃない。お前さんは俺たちキャラバンの VIP 客となり、今後全ての商品が。ストップ。そんなことよりも、その機械ガニについて何か手がかりはない？ああ、実は強奪された後、俺たちは人に分析と調査をしてもらった。興味があれば聞いてみたらどうだ？そうだね。じゃあまずはそうしようか。どう？あいつは素早くてパワーもあるからかなり手強いんだ。正面から相手をしたら十数人でもかなわないかもな。機械生命の研究は強霊院が何年も前に禁止してなかったか？だとしたらどっから来たんだろうな。おかげさまで給料も減って。まさか強盗犯が人間じゃなくて機械の管理だなんて。品物が奪われた後、近くのキャラバンや住民に何度も聞き込みをしました。調べてみて分かったのですが、私たち以外にも多くの人がその悪党ガニに襲われているようです。でもあのカニは機械にしか興味がないようで、他の品物には見向きもしません。大量のモラを積んだキャラバンが通りかかったことがありますが、無事でした。対して金属製のおもちゃの車を持った子供たちが通りかかると、すぐに取られてしまうんです。とにかくあれは悪いものです。いずれは駆除する方法を見つけないと。最近は強盗事件が多いってキャラバンの奴らは言うんだが、俺たちは大して実感がないな。普段はあの機械ガニを見ることないし、生活の邪魔をされたこともない。
あいつはキャラバンがいる時にだけ現れて暴れたかと思ったら、また汚染区域に逃げ帰るんだ。捕まえようとはしなかったの？試してみたんだが、すばしこくて、すぐに逃げられてしまった。だが、この間の捕獲作戦で、思わぬ発見があった。あいつは森の奥に住んでいるみたいなんだが、略奪したものをすぐに運ばず、まず近くに隠しておくんだ。それである程度溜まったら、一気に持っていく。もし奪われた品物を取り戻したいのならば、早めに動いた方がいい。What is going on with my internet right now?Wow, wow, wow. どうだ、収穫はあったか。やつの習性は把握したけど、やっぱり不可解な点が多いね。制御不能になってない限り、機械生命はコマンド通りに動くことがほとんどなんだ。もし僕がマスターだったら、より価値のある品物を奪うように命令する。それか君たちが品物を売り終わったタイミングでモラを奪うかな。その方が効率的だからね。なのに機械パーツにだけ手を出すなんて変だよ。そうか、言われてみれば確かにおかしいぞ。それで品物を奪い返す算段はつきそうか。機械パーツはまだ持っているかい。うん、あと一袋残ってる。こいつらはサンプルなんだが、いつも持ち歩いてたから無事だったんだ。おい、まさかお前ら。外的条件が変化しない限り、生物は自らの意志で習性を変えることはほとんどない。今のところ分かっているのは、相手は森の奥の汚染区域に住む機械の体を持ったやつで、機械パーツを奪いに来るってこと。機械パーツさえあればおびき寄せられるだろ。捕獲できたら観察して、さらなる結果を導き出すんだ。今みたいに中身のない会話をしてたって何も進まない。時間の無駄だよ。確かに、それよりもいい案はなさそうだ。じゃあこのサンプルはお前にやるよ。品物を回収してくれればまた改めて礼もする。お礼はいいよ。でもこのパーツはもらっておくね。今後他の使い道があるかもしれないから。それと打獣を一匹借りるよ。演技は完璧にやらなくっちゃ。もちろんだ。品物さえ戻ってきてくれるなら俺自身の体だって貸してやるぞ。君は結構。機械パーツと打獣で通りすがりのキャラバンを装ってやつを誘い出してみるよ。やつが現れたらすぐに捕獲だ。タイミングは君たちに任せたよ。安心してくれ、オイラたちはプロだぜ。 Thank God I bring Lisa。 200m This end。 小路と汚染区域の分布からして品物はこの辺りで奪われたみたいだね。じゃあ早速やるぞ。絶対にあの悪党ガニを捕まえるんだ。うん、この辺で出発して打獣にパーツのサンプルを運ばせながら進もうか。この打獣はまだ僕たちに慣れていないからなだめないとね。
うん、なんだかサボってるっぽいけど、お腹が空いてるって可能性もある。キャラバンのみんなは品物を奪われてとても落ち込んでいたから、きっと時間通りに餌を与えられてなかったんじゃないかな。What do they eat? 僕たちが何か食べさせよう。なんだか音がするぞ。うわあ、あれが機械ガニだな。こっちに突っ込んでくるぞ。手ごわそうだね。気をつけて。元気出せよ。Okay, got it. Echo blooms are cool, man. Caravan, Mona, Mona Traveler. Mona Traveler and Fuki, maybe? Maybe I do need sucrose, but I don't think I don't think I want to be on sucrose, though. But for some reason, I feel like I should put my Ida in there instead of a Traveler. Maybe Traveler both Ida and Traveler. With Mona and a cookie. So we got one healer. But consistent. You consistent Dendro user. That can quick swap. Every time. And you can help with the DPS. Huh?汚染区域の奥から来たの？だったら僕たちに手を貸してよ。そこに連れて行ってくれたら報酬として機械パーツをあげる。反応したぞ。まだわからない。単純にパーツを見て興奮したっていう単なる機械的な反応かもしれない。Yeah, you're using it for somebody. そっか。ティナリはこの金に汚染区域まで連れて行ってもらいたいのか。 So it's gonna be our friend. Slightly different color. Golden. その通り。汚染区域は決して狭くはなく、今も拡大し続けている。徹底的に調べるのは至難の業。No wonder it's hard, hardest rock.Technically made with gold plated. 何の準備もなしに飛び込んだって、ハエのように飛び回った挙句、道に迷うだけだと思うんだ。それに、こいつは汚染区域の奥からやってきただろ。僕もちょうど汚染区域について調べていたところだから、いくつか推測はあるよ。でも念のため、ガイドに案内してもらうのが一番だろ。Makes sense. なるほど。でもあいつ、お前の言ってることを理解できるのか？理解されなくても、僕たちに対する敵意がないなら問題ない。パーツを渡したら、きっと汚染区域の奥まで連れて行ってくれると思うよ。攻撃してこない限りは、彼に頼ればそこにたどり着ける。なんだか嬉しそうだな。いい？この辺で待ってて。絶対に逃げないでよ。僕たちが帰ってきた時にまだここにいてくれたら、ご褒美にまた機械パーツをあげる。わかった？うん。さあね。でもとりあえず、この機械パーツを返しに戻って、
薬用のバハールハーブを買ってこよう。でも帰る前に罠を仕掛けておかなくちゃ。逃がしてしまったらダメだからね。All the way up there, okay. So we're heading all the way up there, and we knew. Oh, 俺たちの機械パーツじゃねえか。本当に取りお前ら、Oops. ありがとうな。もうどう礼をすりゃいいのか。あ、そうだ、バハールハーブが欲しかったんだろ。もら難罪ただでやるよ。どれくらい必要なんだ。2本あれば十分だよ。そんなんでいいのか。あ、ならこうしよう、おまけにモラも少し渡す。その必要はないよ。僕はすでに報酬をもらったじゃない。報酬？パーツのサンプルの入った袋のことか。まあ奪われた品物に比べればあんなの大した価値はねえよ。でも僕には必要だったんだ、バハールハーブみたいにね。僕は君たちの品物を取り返して、okay. 君たちも僕が必要としているものをくれた。 OK, where are you been? それで帳消し。森の生態系は複雑で多様性があるから、機械ガニの他にもいろんな危険が潜んでいる。Yeah, we better, we better scoot now. このルートを行くなら注意した方がいいよ。That side, that robot might not be there. お前さんたち、本当にありがとうな。まずは村に帰ろうか。早くあの子に薬を飲ませた方がいい。今回は投与量に注意が必要だから自分でやるよ。ああ、わかった。でも薬が出来上がったら代わりにその子のところに届けてきてくれる？彼は僕がいるとなぜか少し緊張するんだ。多分僕はとっつきにくい人だと思ってるんじゃないかな。Maybe. さて、早速薬を用意するよ。旅人、少し手伝ってくれる？ What do I know about what medicine stuff? Dude, I just eat some berries and I get my HP back. I don't know anything about medicine. どうだ？あいつ具合は良くなったのか？ああ、体調もだいぶ良くなったし、体温も正常に戻ってきた。やったぜ！そうだ、師匠に伝えるように頼まれてたんだ。スナが会いに来て、もうおもちゃのことを白状したって。スナは怒っていないみたいだったから、師匠にお礼が言いたいってことらしいんだけど、何かあった？大丈夫だよ。それより頼んでた旅道具の準備はできた？ちゃんと準備したよ。師匠は遠出するのか？ああ、汚染区域に行くつもりなんだ。広さから考えて多分一夜を過ごすことになると思う。Okay. 僕がいない間のことは君に任せたよ。え、でも私はまだ師匠の足元にも及ばない。経験したことのないことでもとりあえずは試してみるんだ。一回やってみたら大したことないってわかるよ。僕の真似をしなくていいから、自分なりの解決方法を使えばいい。そうだぞ、これならきっと大丈夫だ。うん、じゃあやってみる。師匠、
それから旅人にパイも。お前たちも気をつけて。僕を立ててくれるの？でもそうだね、多分問題ないと思うよ。さあもう一度あの機械狩りを調べに行こう。Let's go back to the crab. That'll take a while. Whee! Oop. There are lots more of this puzzle that I have not cleared.Yeah, we'll challenge also. ついたぞ。ここで合ってるはずだけど、あれ、あの機械ガニは？もしかしてこっそり逃げ出しちゃったのか？いや、罠が発動してない。まだここにいるはずだ。約束通り、ちゃんと僕たちの帰りを待ってたみたいだね。じゃあこっちも約束通り機械パーツをもう一つあげる。落とさないようにちゃんと持ってるんだよ。満足してくれたみたいでよかったよ。もっと欲しければ僕たちを汚染区域の奥に連れてって。アビディアの森がこうなってしまった原因を調べなくちゃ。Okay. Now what? ここがみんなの言う汚染区域なのか。確かにいつもと違うぞ。なんていうか不気味で重苦しい空気だな。体調は大丈夫？よかった。やっぱり思ってた通り、元素力はある程度汚染区域の影響を抑えられるみたいだ。キヌリは何で知ってるんだ？汚染区域の奥深くにまで立ち入って調査してたわけじゃないけど、僕は最近いくつかの対象実験をしていたんだ。その上で今ここを観察して推測が確信に変わった。ほら、例えばこの花、普段見るのとちょっと違うだろ。この花の学名はスメールローズなんだけど、地脈マーカーなんて呼び名もある。地脈の影響を受けやすくてね、さまざまな明るさの光を放つんだ。輝度が高くなったらそれは周囲の地脈エネルギーが危険な値に達していることを示している。この感じだと多分この辺りの地脈はすでに暴走状態だね。ってことはつまりここの汚染は地脈から来てるのか？まだ確信はないけどその可能性は高いと思う。他に手がかりがないか周りを見てみよう。Hello, Edwin. そういえば来るときに思ったんだけど、ここ生き物がなんだか少ないよな。I'm doing the Kainai request while waiting for my what was that? My resident to cap. あとはたくさんキツネがいたりとか。Yeah, I'm just waiting. Everything's still, I guess, doing okay. Except that my internet was like doing a little wonky during the start. The first 30 minutes, but it's getting, it seems to be stable now. きっと異変を察知してすぐにこの場を離れたんじゃないかな。地脈エネルギーが漏れただけでこんなに深刻な事態になっちゃったのか。植物が育つのに適した条件があるように、実は人間も少しずつ周囲の環境に慣れていくものなんだ。
気候や温度、湿度、それから地脈エネルギーの強さとか、特定の環境で生活することで、人は環境との間にある種のバランスを作り出す。周囲の環境が急変すると、バランスが崩れてしまい、体にも異変が起きる。もし単なる温度の変化なら、人体は自分で体温調節をして適応できるけど、地脈エネルギーの急変に対応できるようにはできてない。だから病気になってしまうんだ。Oh. Well, that's a very scientific way of showing, you know, the climate change. Hey, no problem, buddy. どうしてオイラたちは無事なんだ？君がなんで大丈夫なのかわからない。でも彼と僕は元素力が使えるから、それでより早く変化に適応できるんだろうね。もちろん、地脈エネルギーが強いところに長くいるのは良くない。ここで自由に行動し続けられるのは、おそらく機械である彼だけだ。さて、調査はこんなところかな。広めの空き地を探してくれない？ちょっとした実験をしたいんだ。Open space, eh? Okay, Mona. Kankyo, Mufu, Mokyochi, Seijo, Sette Kanyo. The heck is that?ちゃんと動作してるみたいだ。それ何なんだ？僕が作った浄化装置だよ。余分な地脈エネルギーを吸収して、この辺りのバランスを安定させられるんだ。そんないいものがあったのかよ。じゃあ早速汚染区域全体に設置しようぜ。それでうまくいくならそれでよかったんだけど、でも一度発生しちゃった汚染は限られた装置じゃ解決できないよ。それに浄化装置の力にも限界がある。せいぜい一定期間汚染区域の拡大を防げるだけさ。地脈漏出による汚染を完全に解決するには問題の根源を根こそぎにしないと。 Exactly. そういうこと。おい、機械ガニの様子がなんだか変だぞ。He's shielding. 何かが近づいてくる。なるほど。地脈エネルギーが落ち着いたせいで、一時的に離れてた魔物たちがまた集まってきたってとこかな。浄化装置に近づかせないよう、さっさと片付けちゃおっか。Well, I would.That was a little too quick. I didn't even know what happened. やっと片付いたぞ。 Yeah, that's a lot of them, wasn't it? What the heck is that? Oh.I'm gonna grab these first because that's not easy to find. And also another one of them. The actual fuck? That's 25k hyperbloom. Music, start!
ビリビリさせないとね。 No drops? What the fuck? No drops? 命だけは勘弁してくれ。おい、大丈夫か？傷は深くないみたいだよ。動かないで。手当てするから。Okay, so... 君たちは誰だ？あの機械の魔物たちは？安心しろ。オイラたちが全部やっつけてやったぞ。よかった。And then he saw one behind us. まだいるじゃないか。早く倒してくれ。BG enemy。なんて言ったらいいんだ。とにかくこいつは悪いやつじゃないぞ。さっきはこいつがお前の叫び声に反応して、オイラたちをここまで連れてきたんだ。そんなの芝居に決まってる。さては、あの機械の魔物たちに紛れて僕の命を奪いに来たんだな。森の奥に何があるか知ってるか。機械の魔物があちこちうろついてるんだ。You mean this is cyberpunk area? うっかり汚染区域に入ってしまったが、危うく命を落とすところだった。逃げないと。そうだ、早くここから逃げないと。君たちも気をつけて。この種の機械生命は敵なんだ。早く離れた方がいい。数年前、教令院が機械生命の存在を全面的に禁止しようとしたのもわかる。こんなもの、全部壊してしまうべきなんだ。おい、体が震えてろれつが回らないのは、汚染区域に長く居すぎたせいだ。つまり軽い意識障害だね。あっちの地脈エネルギーは浄化したから、そこの道をたどっていけば大丈夫だ。すぐに村が見えてくるはずだよ。きっと誰かがコレイの元に連れて行って助けてくれる。あそこには僕が用意した薬が置いてあるから、飲めばすぐに治るよ。なるほど。正しいことをしたから、ご褒美にパーツが欲しいのかい？全く理解できないぞ。まあ、どういう意図で取った行動かはわからないけど、偉かったからね。しょうがない。パーツをもう一つあげよう。装着してあげようか？その必要はないみたいだね。それじゃあ、ちゃんとしまっておいて。ところで、君のマスターはどうして君をそんな風にしたんだい？カニっていうより、ハムスターみたいな振る舞いだけど。あと、さっきあの人に、凶悪な機械生命だって思われちゃったけど、それについてはどう思う？全然わかってなさそうだな。今のところ、わかるのは機械パーツに関することだけみたいだ。人助けするとパーツがもらえるって思い込んでるんじゃないかな。彼のマスターが何のためにパーツを集めているのかはまだわからないね。今日はもう遅いから、近くにテントを張って寝ようか。明日はもっと奥を調査するからね。Okay, we're going further in now. おい、こっちだよ。は？バカ、上だよ。上を見るんだ。I was just you step forward. Give me a fucking break. I know. I'm gonna grab these first. Nope. Get up. Oh my god.拠点はここに決めた。おう、オイラもここでバッチリだと思うぞ。へえ、パイモンはどうしてここがいいと思ったの？ここは平らで広いから、
大きなテントを張れるだろ。うん、鍋もセットできそうだし、美味しいものをたくさん作れるぜ。それも間違ってはないよ。うん、でも僕がここを選んだ最大の理由は、比較的高台にあって下に集まる湿気を遮断できるからなんだ。ウリンはとても湿気が高いからね。こういう場所で夜を過ごすときはいつも細心の注意が必要なんだよ。次は二手に分かれて行動しようか。僕はテントを張るから、君は火起こしで、パイモンは食べ物を探してきてくれる？うん、そういうのは得意だぞ。オイラに任せとけ。 Yeah, when it comes to food, I guess. 別にそんなに期待してないから無理しないでね。 Sure. Wow, you did start fire. Okay, starting a fire. 野外で火起こしするときは灯芯草の茎を使うといいよ。この植物の髄は比較的乾燥してるんだ。少し煙っぽくはなるけど直接火をつけられる。旅人ティナリー、オイラ何も見つけられなかったぞ。ウリンには変な植物がいっぱいだって初めて知ったぞ。変な形のキノコもたくさんあってどれが食べられるやつかオイラ全く区別がつかなかった。Well, if they're not walking, then it's edible. あと、地面に何かの実が落ちてたんだけど、拾おうとしたら上の枯れ葉が急に動いてびっくりしたぜ。きっと枯れ葉蝶とかそのあたりの生き物だね。彼らは天敵から身を隠すため葉っぱに擬態できるんだよ。うん。空を飛んでる君を見て、きっと何かの鳥と勘違いして逃げようとしたんだ。パイモンが自分より臆病だとは知らずにね。しょうがない。テントが完成したら、君たちはここで休んでて。食べ物は僕が探してくるよ。OK。ん？もう探してきてくれたの？Maybe it's pulling the Paimon. Oi! I just like white. 今のはオイラにも分かったぞ。こいつ、また機械パーツをおねだりしてるんだ。残念だけど、今回のご褒美はなし。今回の仕事はそれほど重要じゃないからね。何にでもご褒美をあげちゃったらわがままになっちゃうだろ。だからこういうちょっとしたことは覚えておいて、次の時にまとめて渡してあげる。まあそれも理由の一つ。なんだか悲しそうだぞ。でもよく考えてみたら、あげないと誤解しちゃうかもしれない。しょうがない、一つあげよう。Okay. 僕は夕飯の準備をしてくる。今夜は交代で見張りをするから先に休んどいて。時間になったら呼ぶから。見張りが必要なのか。うん、地脈の影響で避難してる動物も多いけど、完全に油断するわけにはいかないからね。うん、mm-hmm. ってことでよろしくね。テントの中に毒虫が入ってくるのを防ぐために、後で駆虫装置を置いておくから。 Yeah, I should get some of those too. Just put it around the room. じゃあゆっくり休んで。でも寝坊だけはしないでね。オイラ、本当に寝坊やってきたよ。もしかして地脈の影響だったりするのか？Okay.
Yawning is contagious. でも、こうやって外でキャンプするのは久しぶりだよな。Oh, that's so sweet. Yeah, I kind of forgot that these guys camping outside before we got the teapot. なんだか冒険を始めた頃に戻ったみたいな気分だぜ。おやすみ。まだ交代には早くない？ちゃんとぐっすり眠れた？危ない場所では警戒を怠っちゃいけない。あくびばっかしてるんじゃダメだよ。ああ。きついなら戻ってもう少し休んでていいよ。僕はまだ眠くないからさ。I can manage. そう？無理しなくていいんだからね。夜中しか観察できない動植物も多いから、夜更かしには慣れてるんだ。そういえば、あの機械ガニを見なかった？さっきまであそこを走り回っていたのに、どこかに行っちゃったんだよね。見抜かれちゃったか。でも警戒すべきは彼というよりも、まだ顔を見せてくれないマスターの方だ。うん、何の前兆もなかった今回の地脈の大量漏出は誰かが地脈の流れのルールを破ったせいで起こった可能性が高いと思う。 OK. ちゃんと調査が済むまでは用心した方がいいよ。教練員が機械生命の研究を廃止してもう数年経つからね。そいつらの羊は怪しい。かつてソロン派の間では機械生命の課題が流行してね、僕の後輩にもその研究に携わっているやつが何人かいる。Why is my connection? Okay, now we're back. Okay, we're back. 彼らはとても魅力的なアイデアを考案した。人類の自然征服を助けるために知識を使って新しく使いやすい生命を創造することだ。うん。しかしどれだけモジュールを入れ替えても機械の本質はコマンドを受け取って実行すること。人間や他の生き物みたいに自律的な意思を持つことはできない。うん、機械生命と自然生命の違いを探ろうと狂信的な学者たちは際限なく動物の生態解剖を行った、うん、その実験の異常な残酷さから機械生命の研究は廃止となったんだ。皮肉にもその後学者たちはますます衝動的になってきてる。もしかしたら数年後にはまたその研究が解禁されるかもしれないね。うん、難しい質問だね。It's pretty normal for them to be asking. 機械生命そのものには興味あるけど、当時の学者たちの態度は気に食わなかったな。Anything in particular, or because the conquest of nature is bad? 僕の個人的な意見なんだけど。僕の先祖は砂漠から来たワルカシュナたちと生活を共にし助け合ってきた。僕たちの血統は共生の関係から生まれたってことだ。だから僕からすれば
どんな命だって大切なんだよ。生命を理解するためにはまずそれを尊重するのが大前提だ。うん。生命は消耗品じゃないし、知識は王冠と王爵であっちゃいけない。僕が一部の学者を不満に思うのはそこかな。これは僕が教練院を去った理由でもある。自分を他の生命の上に置いて、横島な思いで純粋な生命を研究して、一体何を達成できるって言うんだ。 Oh, I fully get what you mean. 本当？それはよかった。コーヒー？僕たちのために入れてくれたの？はあ、しょうがない。一生懸命頑張ってくれたもんね。もう一つあげるよ。それよりもどうして使わないの？躯体はあちこちすり減っちゃって、エネルギーも残りわずかだっていうのに。うん。そうかい。まあいいや。ありがとね。でもちょっと休みたいんだ。コーヒーは彼にあげて。Yeah, thanks for the coffee. 見張りは頼んだよ。くれぐれも気をつけて。Okay, nothing happened at night. Just a little chat. ごめんな! Oira 一晩中ずっと寝ちゃったぜ。 本当に怒らないのか? Nah. It's kind of peaceful without your noise every once in a while. Hee, 安心しろ! 次回は気合を入れていくからな! 旅人!パイモン、おはよう。体調の方はどう？大丈夫？僕もだよ。奥へ進めば進むほど、地脈漏出の源に近づいてきてるみたいだね。今日は早めに出発しよう。僕はテントを回収するけど、君たちは。オイラたちに手伝えることはないか？じゃあ、山火事を防ぐために、焚き火を消しておいてくれる？うん。あと昨日設置した駆虫装置も回収しておいてほしいんだ。ここの生態環境に影響しないようにしないとね。オッケー。火消しはオイラに任せろ。うん。終わったらここで合流しよう。That's not what I pressed. さて、そろそろ行こっか。ここよりも奥では、より凶暴な機械と出会うかもしれない。There's a reason why they actually let players do that for just two simple things. And they can just simply animate the damn thing. それに、地脈の影響も大きくなってる。もし厳しいと思ったら、戦闘は避けておくのが合理的だ。汚染源に到達するまでは、できる限り体力を節約しておこう。Okay. Yeah, sure. Thanks. Thanks for the reminder. Maybe I could change my DER weapon then. I remember walking around this guy now. 汚染源に近づけば近づくほど機械の魔物が増えてきてる。
What the fuck? You don't drop me nothing?ちょっとビリビリさせないとね。よく見るとここの植物確実に何か違うね。 Okay, so we're almost at, we're almost there. Like, almost at the center. 地脈エネルギーも他の場所より強い。僕たちが探していたのはここかもしれない。準備はいい？中に入ってみよう。みんなを守るからね。So, level 90 minimum. You do need pyro. Sure. Sure, I guess. It's, You know what? Let's just do it. Let's just do it.If I fail, I'll pop in my Xiangling. Sky の魔物がいっぱいいるぞ。ボスにしてるみたいだ。隠れてもしょうがないみたいだね。だったら早くやっつけよう。一応目を覆えば。ミュージックスタート。やみつき。さん。じゃあ。水中言語。何これ？バイオパーツ。ハイドロリックチェンバーズ。これは。地脈エネルギーは。ここから漏れ出してたんだ。この装置なんてことだ。延々と地脈を抽出し続けてる。一体誰がこんなことを。後先を考えてないの？このまま地脈を破壊し続けたら自己修復すらできなくなるよ。Extracting the memories. そんな、絶対に止めないと。 Yeah, that's one thing. 操作できるところが見当たらないぞ。ここにいると、地脈エネルギーを直接浴びることになる。そしたら、
体も取り返しのつかないダメージを受けてしまうかもしれない。君とパイモンは先に避難するんだ。僕はこの装置の止め方を調べてみる。ああ、なるほど。いくらティナリでも地脈の影響は避けられないんじゃないのか？いや、aren't you？ オイラたちも残るぞ。ティナリを一人にさせるわけにはいかない。わかった。なら一緒に探そう。制御ユニットが見えないってことは、この辺に隠し扉があるはず。Okay. もしかしてお前、どこに隠し扉があるか知ってるのか？おい、待てよ。 Okay. でも気をつけた方がいい。誰かいるぞ。ここで地脈を抽出してたのはお前なのか？今すぐその装置を止めるんだ。どうして何も言わないんだ？ビビってるのか？もう冷たくなってる。ひどく痩せてるし、目の下が青い。多分慢性的な栄養失調と過労で倒れたきり、二度と目を覚まさなかったんだろうね。あ、君を忘れるところだった。ほら、もう最後の一個だからね。あいつ何やってるんだ？さあ、部屋の配置からしてここは研究室みたいだ。奥に実験資料を保管してあるかもしれない。うん、資料室に何か手がかりが残ってるはずだから探してみよう。この場所について何かわかるかもしれない。 OK。 すごくうまく隠してあるね。いい隠れ家だ。パイプは奥に続いてる。早く行ってみよう。OK。 何か見つかったか？ We just got here. I don't know. 実験ノートがいっぱいあったけど、全部読むには時間がかかりすぎるからね。実験に使われた映像フィルムを探し出したよ。シリアルナンバーを見る限り、多分2年前のものじゃないかな。映像フィルム？うん。ソロンハは昔、実験映像を残すための装置を作ってたんだ。そうして作り出したのが映像フィルム。でも、この装置は値が張る上に、安定性にも欠けてるから、一部の研究室で使われてるだけで、一般公開はされてないんだ。じゃあ早く見てみようぜ。ちょっと待ってね。どうやって再生するのか確認するから。うん、これでよし。かかた。まったく、しばらく目を離した隙にどこ行ったんだ。お前、そこにいたのか。
早くおいで。ここが俺たちの新しい家だ。このアバットイがここで大活躍して、強霊院にのさばる骨董品どもを感服させてやる。お前も嬉しいのか。でもカカタ、お前は俺たちがこれから何をするのか分かっているのか。そうだな、分からなくともしょうがない。いいかカカタ、俺はこれからここで大量生産可能な機械生命を作るんだ。これまでにない技術を使ってな。臓器を模した機械に電流を血液のように流す。鋼でできた心臓は鼓動し、部品でいっぱいの脳は俺と同じように考えることができるようになる。遺跡からの掲示、強霊院に止められた研究、俺は全てがここで復活すると願っている。そして時が来たら、お前らは人の言葉を理解し、人と共に生活できるようになるんだ。それも単なる機械としてじゃないぞ。真の生命としてだ。So he set his own laboratory here. 前にもいつか。And continue his own research. いつかな。カカタってあの機械ガニのことだよな。このアバットイっていう学者は強霊院に何を証明しようとしてたんだ。Bad research. 思い出したよ。あの頃確かにアバッドイって後輩がいた。機械生命の研究の一件で強霊院から追い出されたんだ。後輩？それがどうかした？いやいや、ただアバッドイはティナリより年上な気がしたんだけど。学級に年齢は関係ないんだ。僕は早くに学業を終えたから、後から入学してきた人には先輩って呼ばれるんだよ。そうだったのか。もちろん年齢も大事なことだけどね。一時期なんかある種の珍獣みたいに連れて行かれては写真を撮られてたよ。そんなことより他にも映像フィルムがないか探してみよう。Okay. What the fuck? Holy. Alright. Nah, また映像フィルムを見つけたぜ。日付まで書いてあるぞ。半年前のものみたいだ。Okay. もうかなり経ってるね。その間に一体何があったんだろう。Okay. Okay.珍しいな。まさかお前が操作ミスで故障するなんて。どうやらコーヒーを入れるのはまだ難しかったみたいだな。それとも俺が設定したパラメータに問題があったのか。よし、これでもう大丈夫だ。ハサミのパーツに水が入っちまったせいで配線がショートし、脳からの信号を受信できなくなっていたんだ。ほっと、こんなことお前にはわからないか。大丈夫、新しいパーツと取り替えてやったからもう治ったはずだ。動いてみて違和感がないか確認してみろ。次は気をつけるんだぞ。最近は資金面が厳しいからな。備品もエネルギーも残り少ないんだ。なんだ、嬉しそうじゃないか。カカタ、俺は昨日ある夢を見たんだ。夢の中でお前は喋っていた。強霊院の奴らはいつも機械の知能など統計学の延長に過ぎないって言ってたよな。お前が俺と話せてるのを見て、あいつら唖然としてたぞ。ただの夢だったのが残念だ。お前のその純粋な姿を見ていると、俺と会話するどころか、俺がいつかいなくなったとしてもお前は異変に気づかないんだろうな。まあいい、まずは来月のエネルギーを何とかしないと。
アバッドイは教練院を出た後音信不通になったんだ。僕はあの時、アバッドイは意気消沈して機械生命の研究を諦めたんだって思った、うん、まさかこんなところに身を潜めて実験を続けていたなんてね。博多のためにパーツも交換してあげてたし、なんだか悪いやつじゃないみたいだよな。なんで地脈に目をつけたんだ？ He's using the ley lines to power everything here. とにかく他にも探してみよう。 Ley line energy to power everything here. ついてきて。やっ、シリアルナンバーを見る限りだと次の映像フィルムはここにあるんじゃないかな、uh-huh. 乱雑な字だね。これはきっとアバッドイの心理状態が変化したからだ。もう一つ日付のない映像フィルムがあるよ。置き場所もなんだかおかしいし、アバッドイが置いたとは思えないな。カカタが手伝って整理したって可能性はないのか？それはどうだろうね。とりあえず最後の2つだ。どんな内容か見てみよう。 OK Last two. すまん、カカタ。考え事をしていた。俺にとって今日は特別な日なのかもしれん。少し前の実験で俺はお前たちに生命の本能を与えることに成功した。エネルギーが少なくなったりパーツが破損したりしたらサバイバルコマンドを実行してエネルギー補給とパーツ交換を優先するようになる。これは非常に危険なことなんだ。そして俺は今日もっと危険なことをやってしまった。地脈を今後のエネルギー源にするため三代目地脈抽出装置を正式に起動した。機械生命を開発するには大量のエネルギーが必要だ。いくら節約したって手持ちのお金では足りない。カカタ、俺はもう疲れてしまったんだ。これまで実験を続けてきたが何のために前進するのかわからなくなってきてしまった。生物の臓器を模倣したところで機械は冷たい道具に過ぎないとあいつらは言う。俺はそれが間違っていることを証明したかった。お前らを聞いたり話したりできる生き生きとした生命にしてみせるってな。おい、俺は別に面白いことを言ったわけじゃないぞ。言語、感情、動作、お前らの機能をできる限り充実させ何度も改良を試みてきたがはっきりとした成果は得られなかった。お前は中でも一番特別な存在だが、そんなお前でさえ俺の言葉を理解できない。反応してくれるのはあらかじめ設定した限られたコマンドやキーワードに対してのみ。カカタ、一度でいいからお前から話しかけてくれたら。うん、わからないよな。答えてくれないのも無理はない。数日以内に失敗作の地脈抽出装置を売って実験継続のための資金を集める。俺は突き進まなきゃならないんだから。レイラインエクストラクター、しょうがない。ああ、新しい発見だ。ここからさらに2つの生命の銃を導入して脳の構造である視床をシミュレーションする。 And the Academia is using that too.
That's how they get that. We got the Archon Quest. 心臓が苦しく。やはり薬代をケチったのがいけなかったのか。かかた、ちょっと手を貸してくれ。おかしい。体に力が入らない。まずい。装置を止めないと。装置を止めるんだ。無制限にエネルギーを供給したら、あいつら制御不能になる。まずい。装置を停止させるコマンドは入れてなかった。だから俺が何を言ってるのかわからないんだな。やはり教練員の奴らが言うように、機械生命は危険しかもたらさないのか。You just put that one aberration calculation put into your little head. かかた、ついにお前を真の機械生命にしてやれなかった。すまん。なるほど。人脈漏出の件は事故だったんだね。アバッドイが不慮の死を遂げた時、機械の魔物は本能に駆られ地脈からエネルギーを取り出し続けた。それで地脈はひどく破損してしまったんだ。そうだな。どうしてカカタは他の機械の魔物みたいに暴走しなかったんだろう。それはカカタがその辺の機械の魔物とは一味違うからさ。本物の生命と同じように泣いたり笑ったりできて自分の思考を持っている。アバッドイからすればそれらが全部揃って初めて機械生命と呼ぶことができた。というよりそういう機械を作らないと教練員に長年の研究を認めてもらうのは不可能だったんだ。でももし実験品としてではなく、カカタを友人として見てあげてたら、彼も気づけたかもしれない。カカタは確かに話せはしない。でも常に自分よりもアバッドイの方を気にかけてたんだ。それってどういうことだ？もう少しすれば、君にもおのずとわかるよ。でもその前に、僕たちにはもっと重要な任務がある。地脈抽出装置の制御ユニットを見つけ出して早く止めないと。Okay. Ooh, that scared the living shit out of me. またさっきの透明の床だ。なんだか迷宮みたいだね。オーケあるのが最後の部屋だ。制御ユニットもきっとそこだよ。でももう道がないぞ。おい、飛び降りてみるか。
よ。ついてきて。一応目を覆えば主連満員だよ。よっせっ、よっついてきて。逃がさないわよ。ふっ、はっ。運命の巨影。ミュージック水中玄関。はい、めくれます。音が聞こえる。はびこれ。ふっふっ、え、見えないだろ。ちょっとビリビリさせないとね。3、信頼感度。バーバラ、みんな、頑張ってね。ねえ、映画。多分、これが制御ユニットだ。制御ユニットの電源を切れば、血脈抽出装置は止まるはず。血脈を壊す外力さえなければ、ゆっくりと自己修復していくはずだよ。今はきっとカカタの方が気になるんだろ。さあ一緒に戻って確かめようか。 Yeah, cut straight to it. Come on, it's just not fair. You know, you want me to walk over there? Wow, I just love this sound audio. To fix him, although he can do it himself. He was already programmed to be able to fix him himself.Himself, but he still wants his master to fix it for him. つまり、カカタはマスターを修理できると思ってパーツを集め続けてたのか。カカタには死というものが理解できないんだ。それでも、かつて故障した時、アバッドイにパーツを交換してもらったおかげで正常に戻ったことを覚えてたんだろうね。確かにカカタに思考能力はないし、わからないことも多い。だけどそれでも子供と同じように大人を真似するんだ。だから機械パーツを奪ってたのか。でもあいつがどんなに頑張ってももう修理することはできないんだよな。うん、でも大事なのはカカタにアバッドイを直したいという考えが生まれたことだ。どうやって生まれたのかはわからない。でもその考えはアバッドイが設定した本能さえもしのいでたんだ。もし僕たちの推測が本当なら、これは強霊院を揺るがすことができる研究だよ。古代の技術ではできたのかもしれないけど、現代の科学で成功した人はまだいない。おいカカタ、聞いたか？お前、ティナリに
に褒められたんだぞ。きっともう限界なんだ。もうずっとエネルギーを補充してないし、激しく破損したパーツも交換できてないからね。むしろ今まで持ったのが奇跡だよ。僕は地脈抽出装置がちゃんと止まったかどうか確認してくる。君たちも一緒に来なよ。彼らを二人っきりにしてあげよう。Is there anything else I can grab from this point? Okay. Okay. 地脈抽出装置は止まったよ。空気中にはまだ地脈エネルギーがかなり残ってるけど。導出の源は立てたから、この量なら浄化装置で処理できると思う。あとは手遅れになる前に地脈の影響を受けた人を治療しないと。告知板に汚染区域の危険性を書いて、患者がコレイのところに向かってくれるようにしよう。教練員のルールでは、彼ら全員を連れ戻さないといけない。機械生命に関する研究資料は全て破棄され、カカタは解体されて保管される。そんな！君たちは先に戻ってて。残りは僕が処理しておくから。地脈漏出の源は塞いだけど、空気中の地脈エネルギーはまだ普通より高い。このままじゃ、君たちの体が持たないよ。うん。でも君はともかく、旅人はあまり休めてないだろ。ここの研究資料は数が多いから梱包に時間がかかる。君たちは実験について何も知らないし、ここにいてもあまり意味がないんだ。仕事は片付いたって冒険者協会にそう伝えてくれる。あとはぐっすり休んどいて。他のことはまた明日話そう。あ、そうそう。アバッドイに関しては、他言無用ね。機械生命の研究に関わることは、あまり知られない方がいい。わかった。じゃあ、オイラたちはキャサリンのところに戻るぜ。レイラインエスタクト。ley line extractor though. なんでまだここに。ここは僕に任せて。Well, here we go. Need the domain.Ooh, we're gonna get a lot of raw meat. Okay, Catherine, here we go. つまり実は汚染の原因は森の奥からの地脈漏出だったんだ。今は解決して正常に戻ったぞ。そうでしたか。本当にお疲れ様でした。空気中に残った地脈エネルギーが薄まったら住民へのお知らせを張り出しましょう。
そうなればこれまで通り自由に行き来できるようになります。こちらがお約束していた報酬です。どうぞお受け取りください。カカタは条例行きになっちゃうのか。すでに故障はしてたけど解体されるって考えるとちょっと悲しくなっちゃったぞ。だったら明日きなりにお願いしてみないか。本当はすぐに行きたいけど、きなりは明日話そうって言ってたし、今戻ったら怒られるよな。いや、じゃあ決まりだ。Not yet. I'm doing a story quest. カカタを解体しないように言おうぜ。8 p.m. Should I go hang up a puppy here? Let's teleport here. 8 p.m. Oh, is it 8 a.m.? Sorry. Oh, it's 8 a.m., yes. So that's an 8 a.m. Pop here.Look on this. Oh my god. Sure.She's dancing like hell. Demo, itai, do hanaseba ii in daro na? Nah, don't worry. He ain't gonna do nothing. Okay, is there any other music disc around this area? I'm grabbing everybody's sorrows I see. That's wrong. That's the wrong one. Okay. Kinari. Shh. 静かに。フジモドキ、人腸外科、人腸外族。著しい抗痙攣効果があり、麻酔粉として使用することができる。両組の実験データによって魚に対して特に毒性があることが分かったと、ちゃんと記録しておかなくちゃ。カカタ、静かにしてって言ったのに。植物はちっとも気にしないだろうけど、僕の耳には響くんだ。お前、カカタを解体しなかったのか？ Man, the echo. 解体してどうするの？だってお前、教令員のルールだって言ったじゃないか。Yeah, according to the academia. なるほど。こんな朝早くに僕を邪魔しに来たのは、そのためだったんだね。まあ、昨日ちゃんと説明しなかった僕も悪いか。僕が言いたかったのは、教令員のルールでは研究成果は全て破棄することになっているから、あの場所を教令員に見つからないようにしようってこと。とりあえずカカタを修理してたんだよ。
昔教令院にいた時、ソロン派の授業を履修したことがあるんだ。まさか役に立つ日が来るなんて思わなかったけどね。それからカカタと一緒にアバッドイを埋葬してきた。実験資料の一部は記念として持ち帰ってきたけど、ほとんどは燃やして深く埋めたよ。証拠隠滅のためにね。僕は教令院の人間じゃないし、あそこのルールなんか知ったこっちゃない。それよりも今はアビデアの森のレンジャー長として、森の生命たちを守る義務がある。この世に生まれた命には必ず意味がある。カカタも例外じゃない。存在する以上、勝手に捨てたり壊したりするべきじゃないんだ。よかったぜ。でもティナリは今命って言ったよな。ってことはもうカカタのことを真の生命だって認めたのか？あくまでも可能性の話だよ。何しろアバッドイを修理しようとした挙動は解明が難しいからね。アバッドイが残した実験記録だって氷山の一角でしかない。彼がどれだけのコマンドを設定していたのかは誰にもわからない。もしかしたらカカタは単純にコマンドから生じた不具合のせいでああいう行動を取ったのかもしれないしね。だから厳密にはカカタが真の生命だとはまだ言えない。でも可能性がある以上、僕はそれを信じたいんだ。ちなみに僕はこの研究テーマを続けることにはほとんど興味がない。連れてきたのも単にここが隠れ家として優れているからだ。でもまあ実験のアシスタントとして働いてもらうのもいいかな。少なくとも実験記録くらいはこなしてくれそうだしね。君はどう思う？ This concludes the introduction and the trailer, certain trailer. We still have like two or three more of those trailers that we, images that we don't understand. Yeah. Yeah. What do you say?Nothing here. Eh? Before, 教令員の知り合いに言われて集合写真に付き合ったんだけどさ、僕にも現物が届いたんだよね。集合写真には興味ないけど、捨てるわけにもいかないし、箱に入れて取ってあった。昨日それを探し出して見てみたら、アバッドイが写ってたから、カカタにあげたんだ。彼も喜んでるみたいだし。I'm glad I actually talked to the guy. I could have missed this.Okay, now I can do my dailies. What is it? Huh? Huh? What is it? Huh? Where is it? Oh, okay. Huh? You want to be held? You just want to be held. Oh, that's good people.Okay. Okay. This one will give me 30 to starting it. I guess I'll initiate the trigger. I'll trigger the event.But I don't think I would actually do it. I'll do it on my own time, I guess. Yoisho!
I'm not falling. Okay, good, good. Ooh, that's saving me a lot of time. You okay, ma'am? Excuse me? Assistive unit? Elf? More of these potion stuff. Just crystallized flakes. Yeah, I think the whole thing is happening at the same time. You want to go outside? You want to go outside? Okay. Okay.
Yeah, seeking your help, you'll be more preferred. Oh, boy. If I wouldn't promise you more, otherwise you treat her free labor shit. Wavering, are we? I guess, but this was okay. Nan. 5 days, so I'll be playing this on my own time, I guess. It's 10 days left, so that's 5 days. In the next 5 days, I won't be online. Yeah, I'll probably clear the whole thing after 5 days. So tomorrow will be my time to play Honkai. Now, what else? Oh, come on. Seriously, just 2 more? Twenty-six minutes, eh? Maybe I can just go all the way down here and spin around this area to see if there's any other chests. That I have not looked into. That's the guy I don't want to talk to. What else? Oh, you're going back there. No. I'm going this way. I am heading up. Upward. Let's do this. That's only 2?
I mean, the small barrel doesn't count at all. Sorry then. Let's try that again. Yeah, I counted this. That's why that's three. Okay. It's two. Wait, what? 1, 2, 3, 3, 2, 1. There's something else here? No, nothing here? Okay. This is one puzzle that keeps... Okay, now let's see if there's any other spot. Okay, that's not it. Oh wait, this one is this one's supposed to SR. I don't know, the
visit. Oh, crap. Okay, maybe I do need the rainbow later on. Not this, not there, not here. Sure, I guess. No, so it's not there. So popping here. Wait for another 20 minutes, God dang it. Hang on a second. I can just bring Mona here. これが運命です。Yeah, actually just bring Corby. Heading back towards that. There's another. Okay, how do I clear this chest? よし。At that level, he's already doing that much hyper bloom. You know what?I'll take it. あんたにやるよ。よよ。
There you go. あんたにやるよ。Oh, I did not even notice that. Okay, I was that close. Yeah. Hot. はびこれ。水中現場。It's 11k hyper balloon at level 70. On standard? You know what? I'll take it.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  Okay, I can't do that one. I can go here, down here, walk around this alley. That was all the way down here. I already did that. But I went back all the way here. Okay, so there's nothing more. I guess it's only this area then. It's too dangerous though.Enemies are way too high for the current team, so I can't do that. 10 minutes? Well, in 10 minutes, I can do this. Alright, もし新滝派が何か問題を起こしたら、あいつらを引っ張ってでも謝りに行くよ。Okay, okay. Let's see. Well, almost 2 o'clock, so I'm gonna get my...where was it? Brute force. There you go. No energy.わめきなさい。
I can't see the damage. I'll look at the replay later. It's only one. Oh, I haven't not done this part yet, haven't I? Okay. You know what? You know what? Oh. I use original, is it? $160-something. This will give me about 8 runs, I think? Yeah. Well, 8 artifacts. Okay, Eggy. Hey, thanks for your dropping by, man. Thank you for sticking around. I'll see you in Treff's stream, maybe. That's 19. That's 19k. 19k, eh? 19k, so that's not really enough. よっ、みんながそばにいてくれる。許さない。やめるの。装甲の恩。砕け散れ。よっ。それ。それ。早く。ふう。リズムに乗れるかい。6個の時間だぞ。Wow, that's 22k.わめきなさい。Okay. And pop this, I guess.諦めて。パーフェクト。くらえ。
ながそばに。わめきなさい。よっ、はい、よっ、それ、燃えろ、はっ、よっ、ジャッジメント。Hey, not bad. 18 to 20k for the claymores and 10 to 15k for Rosaria and Bennett. Not bad. Not bad at all.79。早く。リズムに乗れるかい？許さない。くらえ！みんなは俺が粉々だよ。兵糧のようにうなれ。砕け散れ。それ、よっ。Okay. Should be a few more left.Two more, maybe, like two more of them. Before we end the stream and raid somebody. Judgment. Yep. Hey.わめきなさい。全力攻撃。結束せよ。剣票を渡す。それ、早く。よっ。よっ、早く。I can't even see what damage I'm doing.I forgot to look.Another one. Okay, what if I start with Jing Yan this time? I'll start with Jing Yan. If I start with Jing Yan, do I get the Dendro one?許さない。よっ、うわっ、燃えろ。みんながそばにいてく。いや、眠るの。走行のオン。ジャッジメント。それ、よっ。And they're gone.Okay. That works too. It's too early. We'll try this again.諦め。みんなは俺が守る。わめきなさい。よっ、それ。パーフェクト。
みんながそばにいてくれれば傷なんていた。No, it's 70% already, okay. There. Where's my sands? Where's my sands and circlets? Oh, that's those two. Keep getting goblets, feathers.Goblet feathers, and all of them are useless. Well then, now let's see what do we got from all that. Okay. I'm still hunting for the Thunder Fury, so give me this. Defense is gone. Wait, each bar defense DM. I probably try that. No.I'll look into it. I'm keeping this. Not keeping this. Ooh, but no crits. No, not keeping that. And I'm not keeping that either. So, yeah, 1, 2, 1, 2, and 3. So only 2 then.Ow. Okay. We're gonna see if it actually does something. Let's see. Where's the split damage circlet? Where's the split damage? This healing bonus, I don't think I need it anymore. This should be enhanced into...A nope, and that's a since it's a nope, it's a goner. If this is a slightly higher EM, oh no, I don't think so.
Elemental damage? No. Not really worth it. Healing bonus? No, I'm actually destroying that one. HP? No, I think the crit damage should be on Vado. Yeah. But it's not there, so I'm going to use the crit rate instead. This one's EM, another EM, okay. Let's level up whatever that is missing here. CHP, no. E. Not good enough. Good. HP. Or. I'm keeping that. Keeping that for the EM only, so I'll be leveling it up some other time. No, not this one then. Where else? CHP, SEM. Ah, there you are. HP attack crit rate. That's just bad. Let's just use this. ER. Okay, I can't use it either. No, this is EM. Oh, shit. Another EM. Here's HP. There's more EM. Okay, you know what? I'll just auto add this. Actually, it's kind of good. No, not this one. HP, definitely not that. Energy recharge, no, that's not what I wanted. Anything on the attack percent, that's a dendro. That's the only dendro, right? No, that's... Oh, second dendro. Electro, Hydro, Cryo, Geo, HP, I guess she needs that. It's a double crit, so keep that. Okay, let's level you. The crit rate is another crit rate. Enhance this using this. One, two, three, four already, so... I'll take it!
I'll definitely take it. Just the defense. It went to everything once. One to HP, one to this, one to this, one to this. Okay, you know what? Still worth it. It's still worth it. This is HP, right? And what do you get? One, two, three. 4, 5, 6. That's exactly what I don't want. I'll just give him one. Perfectly balanced. That goes one to each again. Okay. I'll keep that. And what else? It's a Crimson Witch of Flame. Okay. He needs HP here, right? Yeah, he needs HP here. That's why he'd be wearing this. Because that is the only one here. Never mind that. Wait, Cookie, where are you? Hang on a second. What's your Thundering Fury set? Wondrous Troop, eh? Now what if I just gave you a 5% crit? You already have a 33. How about if I give you the 27? And EM here with a little bit more attack. But you do have high HP on this one, so yeah. Probably. Healing bonus, you know, it's charged, the crit rate, crit damage, level 17. I am if I pop this instead of that, right? Yes, you do need the HP sets, okay. This one needs to stay SEM, so you're still gonna have that 4-piece bonus. Only gonna give you 300. God dang it. Which one is it that's still level 0 you? Can I use you? Such a high HP, bro. That is such a high HP.
This is a HP percent cup. That is totally not meant for her. Mm-hmm. Let's just push it. Nice! Still goes to HP. That's what I actually wanted anyway. Now she does have a little bit more HP, so she can last a little bit longer. Probably need a better sword. I need another billet. I already have this. I have not about done any boss fight. Not today. After analytic, I'm not good with that. I make something. This is an ER. So he doesn't need that much. He doesn't need that much ER. You know what? I'm gonna need one more billet. I don't think I can just use this. Got you. Hey, Luke. Ah, fuck. Okay, then. That was Zhang Li, isn't it? Yeah, Zhang Li. I make more of this. No, I don't have that. This one increases EM 6 and if I got to lose 3 HP, but no, I don't want that. This would actually. No, this doesn't really benefit Jing Yan. The Unforge actually benefits her though. Huh. This benefits Jing Yan a lot more. Yeah, just pop the attack to spin. The spin to win, huh? This one actually fits Razor. I just need to level you up. I know who to give this to. Probably Corley. Wait. I forgot. What was the passive for that? For that, for the bow? Every 1 to every 20 seconds, doesn't feel like it fits my playstyle though. It probably fit Corley, but not my playstyle.
Right, can't be stacked. This is also a Sayu sword, but Pyro Electro. If I want to use Sayu with without Kazuha, and just Pyro Dendro. Right now, this one fits her better. Alright, let's see what else. Don't have any other things to be do here. It's Friday. Tomorrow. Can stream again later. That's it for the day, I guess. Thank you guys for sticking around and dropping by. I'll try to see who's up. Is anyone can wait today? Oh, not up. Okay. Fan. Where is it? The thing. Where is everyone? Okay, let's see if there's anyone who can read on the main chat. We're all playing Genshin. Okay then. Wait, there's no... Where is this guy? How do you spell this guy's name again? Okay. I'm just gonna drop by. Let's see how far he has already went. Oh, we're gonna drop by Arnold's page again. And here we go. Thank you guys for sticking around, and I'll see you guys again tomorrow. Take care. Bye. All this is the note that